すいません。NHK のですね、はい、昨年12月14日のニュースで、12月14日のニュースですか？はい。NHK さんのホームページに出てるんですが、はい、総務省、郵便法違反で NHK に行政指導となってるんですが、はい。このニュースが、その後どうなってるのかを知りたくて、このまあニュースとか事件ですね。このニュースっていうのは、NHK さんのまあ不祥事を取り上げてるんですけども、郵便法違反をしたっていうことを NHK さんお認めになっていらっしゃるので、はい、それをした人の処分とか、はい、この事件によって NHK さんが、まあ、2,070万通の、まあ、不正な郵便を発送したことによって得た利益ですね。はい。それがどうなってるのかを知りたくてお電話差し上げたんですが。どうなってるかどうか。はい。何か情報があればご案内できるんですけれども、少々お待ちいただけますでしょうか。はい。いただきました。責任者の佐伯と申します。去年12月に起きた総務省からの、行政指導を受けた結果、 NHK がどうしているかということですね。そうですね、はい。それについてちょっとこちらには情報来ておりませんで、その時の NHK のコメントとして、はい、再発防止を徹底するとともに、うん、適切な業務体制を構築し、ガバナンスの強化に一層努めてまいりますということを、それ以上のことはまだこちらの方には何も来てないですね、はい、こちらというのは NHK の中の視聴者の窓口を、まあ、対応電話対応されている、ね、セクション、ということなんですよね。電話の方には その後の情報は何も来ていないという、ふれあいセンターさんというのはこれは NHK の内部ですか、それとも外注なんですか？NHK の内部の組織の一つを、NHK サービスセンターというところが運営しているということです。ということは NHK さんが直接運営しているわけじゃないから、そのような情報が来てないっていう。部署ごとによってですね、役割違いますよね、どの会社も。うん、いや、確認しているのは。お客様にお知り合わせするべき情報はこちらに来るということになります。そうですよね。ですから、今こちらには何も来ていない、うん、そういうことです。別に責めてるわけじゃなくてね、ええ、電話の対応は、まあ、NHK 本体じゃなくて、そういう NHK さんの関連会社に委託をしているけども、その委託会社の方には、はい、このような NHK のニュースに出てるようなこと以外の情報は来ていないと。そうですね、はい、もう1ヶ月以上経ってるんですけども、2,070万通ものね、不正な郵便出したっていうことで、これ利益が出てると思うんですよね、はい、不当利益っていうか不当利得っていうか。利益が出てるんですか、ちょっとそこら辺ちょっと私もよくわからないんですけど、うん、これだから本来郵便局のお願いしなきゃいけない仕事を民間会社にまあ出したっていうことなんですよね。外部の事業者に委託して送ったものが新種に当たるということ。はい、そうですね。そうですね。ですから、もちろん、NHK さんは、これ、郵便局以外の業者を使ったことが、まあ、指摘され、まあ、行政指導されてるんですけども、ね、はい、まあ、通常これによって、郵便局の場合は84円ですかね、今、お金がかかったりするものが、まあ、安くなってるんじゃないかと。ちょっとそこら辺情報ないのでわからないですが、うん、その可能性はある。可能性がある。だから、安くなってないんだったら安くなってないで、はい、まあ、2,070万通っていうことまで把握されてるわけだから、利益を得たのか得ていないのかとかの発表が、結局は未だ行われていないということですよね。そうですね。しかもですね、そのお金もそうなんですけど、これ、3年以下の懲役がある罪、犯罪なんですよね。ああ、そうなんだ。はい、これ郵便法違反っていうのは明確にこう調べていただけばわかるんですけど、そうすると、誰がやったのかも出てきてないから、犯罪をしている人を今のところはじゃあ公表してないということですね。そちらには少なくとも。こちらにはこの時の情報以外のものは何か。ふれあいセンターさんの方には行ってないと。まあ、ちょっとそこを知りたくてね、はい。いわゆる一般の人はこちらの電話番号にかけるのが正しいんですよね。おっしゃる通りです。ですよね。だから、はい、一般の視聴者に対してはここまでしか情報を出してないということを今確認したかったんです。はい。よくわかりました。すいません、お忙しいところ。ちょっと待ってください。今ちょっと新しい情報があるかもしれない。ちょっと待ってください、ね。はい。ですね。
NHK としてはポスティング施策の実施にあたっては総務省のガイドラインに基づいて外部法律事務所とも検討を行い新書に当たらないよう留意して実施してきました、うん、今回行政指導を受けたことは重く受け止め今後も適正な業務遂行に努めてまいりますというのが NHK としての最終回答ですよね。そうですね、それ以降の話としては特にそうですね、ちなみにこの事件は、はい、12月20日に、はい、刑事告発をされていて、あ、そうなんですか、はい、警視庁がこれ事件番号1444番でも受理している案件なんですけど、現在、まあ、法人 NHK は被疑者になってるんですけど、はい、そういったこともサービスセンターの方には降りてきてない。あ、ないですね、それ、はい、それが確認できたらいいんです。全然視聴者に対してこういう犯罪行為をしてて刑事告発までされていてですね、まあ、新会長さんもすでに被疑者なんですよね、これ。なるほど。これはもう疑いのようのない事実で、手元に私もその書類持ってるので。あ、どういう関係の方ですか。私は告発した人間ですから。え、この事件に関して、ええ、警視庁に刑事告発をして受理された人間なんです。そうなんですか。はい。ああ、なるほど。ですから、間違いなくそれは手元にその書類も持ってるので、ちょっとね、やっぱり NHK さんが、こういった重要な刑事告発されてるような案件をね、その、視聴者国民にどのように説明してるのかをちょっと知りたかったんです。なるほど。はい。委託会社の、その、佐伯さんとおっしゃいましたかね、佐伯様も、はい、この事実はご存知なかったということで、はい、はい、そのちょっと証拠が欲しかったんですよ。ちょっと警察の方にはやっぱりその反省の色がないとか隠蔽してるっていうことをちょっと出していきたいと思っていて、これ今佐々木さんニュースご覧いただいたら分かる通り、NHK さんも総務省から行政指導されたことに関して深くお詫びをしてるっていうことはもう認めてるわけですよね、このニュースを見てると。そうですね。とすると、はい、不倫とかパワハラみたいな再発防止を徹底するんじゃなくて、まずは犯罪という罪を犯した以上は罪の償いをしなきゃいけないっていうのは分かりますか。おっしゃってることは分かります。はい。ですから4条っていうのは郵便法の76条で3年以下の懲役って書いてるんですよ。はい。郵便法4条違反したことはお認めになられてるわけで、そうすると76条に3年以下の懲役っていう条文があるわけだから、 NHK さんとしたら警察に自首するなりしなきゃいけないわけですよ。再発防止に努める前に罪の償いしなきゃいけない案件なんですよ、これ。お客様はそうおっしゃってるということは、うん、理解いたしましたので、うん、担当者に伝えます。はい、担当者に伝えておいてください。さすがにふれあいセンターにそういった情報を出してないっていうのは、はい、受信料を不払いする理由になると思うんですよ。お客様としてはそう思います。はい、その通りですね。もちろん、あと今後刑事裁判が行われていく中で、やはり非常に重要な、今回ふれあいセンターにはその情報が行ってないということがよく分かりましたので、私の方は十分です。はい、そのようにお伝えください。はい、はい、ありがとうございました。失礼いたします。どうも。ということで、まあ、NHK に、まあ、電話をしたところですね、これやっぱり未だ下手人、いわゆる犯人も見つけてないし、処分をしてないし、で、この2000飛び70万通ですね。3400万通のうち、およそ2400万通は返送しろ、規定して、放送しろ求められるとなっています。これについて総務省は、うんぬんで、まあ、新書に該当し、郵便法に違反するとしています。その上で、NHK に対し、こういう業務の行政指導を行いました。NHK は、誠に遺憾ですけども、深くお詫びするということなんですから、これは直ちにこの2070万通のですね、郵便を送ったことに対しての、まあ、利益と、それをやった人ですね。ちなみに、NHK は十分配慮したとは言っていますが、これは総務省の方に事前の相談は一切なかったと、総務省は言っております。したがって NHK は、まあ、安く郵便を出したいという思いで、この犯罪に手を染めてしまったと。いうことが明らかになっておりますので、まあ、6年間ね、やっちゃったと。犯罪をしておいてね、再発防止っていうのはダメでしょ。まず罪を償って、そこから、次からね、頑張りますってしなきゃいけないと思います。
まあ、これを理由にね、NHK の契約だけしておいて不払いをする。まあ、こんなところにお金払ってられないよ、ということですね。まさに、これ、NHK という組織が犯罪をしている反社、社会勢力と言われても仕方がないところで、本当にこの NHK という組織に年間6500億円もの予算をね、承認するのか、今年の3月末に行われる NHK の国会でのね、予算審議が見ものだと思っております。犯罪をしている NHK をぶっ壊す。